園芸好きの皆さん、こんにちは。園芸大好きコンシェルジュドンちゃんです。今日はね、バラの寄せ植えとともにお届けしていきたいと思います。これすごい大きくなりました。バラの寄せ植え、ちょっとここに一つね、お花さんおったんですけど、この勢いにちょっとやられてしまいました。オステオスペルマムやったかな、おったのが。で、雨がちょっと降って蒸れて枯れちゃいました。やっぱこの樹勢が強いものたちに圧迫されて、でこの環境で蒸れてくちゃくちゃになって枯れてしまいました。なので早めに抜いてあげて管理をしてます。今もうこんな状態ですよ。ほらすごいでしょ、このラベンダーとバラがね、もう今どんどん咲き誇ってきてますよ。ミニバラ買ったんですけどね、めちゃくちゃ大きくなってきてます。これ近くでちょっと見てもらいたいな。近くで見るほどね、小さくはないんですけど、これラベンダーいいよね。もう丈夫で長持ち、花持ちもいいしね。でバラ、こうバラのね、枝ぶりすごくないですか。結構土をね、軽めに作ったので、まあ、水はけよくて育ちがいいのかなっていう。でこのヘデラもね、かわいいよね。でヘデラもやっぱ直射日光に弱いよね。ちょっとこんな風に葉焼けすることがあります、あんまり強いとね。ふわ、これね、5月ぐらいになったらバラがすごいことになってるんじゃないかな、もっとね。はい、寄せ植えはやってる時も楽しいけど、こうやってね大きくなるのが楽しいんだな。ぜひね、皆さん寄せ植えやってくださいね。やってる時よりも育っていくところの方が面白いからね。でもう、いやー、これはもうちょっとどうしようもなくなったなと思ったら、もうバラして別に植えてあげればいいだけなので。で鉢が開くでしょ、鉢が開いたらまた植えたくなる、植えちゃったらまた場所がねなくなるっていう負のスパイラルですけど、めちゃくちゃ眩しいんですね今。もうこう太陽が真正面から来てるから晴れました、久しぶり、嬉しいですね。ラベンダーちゃんもね喜んでますよ。テンションがすごい上がってる今日。あ、調子良さそうやね。どうですか、今日朝ごはんいっぱい食べたんだって。美味しかった、美味しかった。あ、何が好きでした、あ、今日はチーズが美味しかったって。へえ、おしゃれやね、食べるものも。花芽がまだまだ上がってきてますよ、楽しみですね。はい、さあ図鑑の、もう最近図鑑のコーナーでいろんな動画上げてますけどね、今日図鑑をやっていきますよ。この前ね、ペチュニアをやったかな。ペチュニアは良かったですね、今から最高の季節ですから。さあ今日はね、3種類ぐらいいっとこうか、久しぶりね。今日のお花はね、ホウセンカですね。ホウセンカはね、知ってますよ、よく咲いてたもんな、実家で。実家というか、まあ僕田舎に住んでたから、いろんなところでホウセンカ咲いてたな。で理科の実験とかで育てて、あの胃管束とかね、あのこれ導管、水のこすい方をしたのホウセンカじゃなかったかな。ほら、どこにね、あの水が通る管があるでしょうかとか、光合成はねどこでして、気候は葉の裏にあって、呼吸はこれしてますみたいな。そうやったらホウセンカじゃなかったかな、ちょっとね忘れてしまいましたけど。確か種がね、ペインと弾けるやつでしたよね、確か。そう、ホウセンカ、別名はツマクレナイと言います。分類はツリフネソウ科。花色は白、紫、赤、桃、紅と混じった色、いろんな色がありますと。日向または半日陰、水はけの良い土、水やりは普通にあげましょう。インドの中国南部を原産とし、花色が比較的多い草花です。大きく分けて草丈の高い高生種と低い矮生種に分けられます。育てやすい人気の花ですが、最近では同じ仲間のインパチェンスに
人気を奪われ目立たなくなってきました。日向か半日陰で育て、土の表面が乾いたら水を与えますと。インパチェンスと同じなあの種類なんだって、ホウセンカ。いやでもなんかこう書いてあるの寂しいね。最近ではインパチェンスに人気を取られましたって。ホウセンカさん、あなたはねまだまだいけますよね。え、流行り廃りはあるんですよ本当に。あの園芸業界もね、新しいのが出たらみんなわーって言って、新しいのが出たらわーって言ってね、そうやってねやっぱこう忘れ去られるお花たちもあるっていうのがね現実なので、まあ、一つ一つね可愛いお花着目してあげたいですね。まあ、野に咲くね花も一つ一つ綺麗ですから、皆さんね全ての花を見て声かけして、あの楽しませてもらいましょうね。ホウセンカね、いいお花ですね。あのぜひね画像は、調べてみてくださいね。あのここでは映ってませんのでね。で次ね行きましょうか。次はねホオズキ紹介していきましょう。別名はカガチ、分類はナス科、実の色はオレンジですね。別名はカガチっていうんだって。もう一般的にはホオズキっていうのがあるかな。で中にね丸い実がこう入っとってね、あれをよく取ってたね。宝物やっつってからホオズキって結構ね生えてたんですよ。あの近くというか、うん、野生でね生えてる時あるでしょホオズキ。そうよくなんか見てたような気がするな、田舎だったから、うん、で夏から秋にかけて見られるホオズキの実は季節の風物詩としてとても親しまれています。鉢植えとしても人気ですが、切り花としても人気がありますと。暑さと寒さに強く簡単に育てられます。水はけの良い土にできるだけ日当たりの良い場所で育てます。土の表面が乾いたらたっぷり水を与えて、特に夏の乾燥には注意しましょう。乾燥に弱いらしいですね、うん、水はけの良い土に植えながらも乾燥に弱い、これがもう非常にややこしいんだ。これだよ園芸の難しいとか。なんで水はけが良い土に植えながらね、水切れに弱いって、水持ちいい土に植えたらいいんじゃないかって思うんですけど、これはね園芸を学べば学ぶだけここはすごい重要な問題です。根っこからね植物って呼吸してるんですよ。そういうイメージがないんですね、そもそもやっぱやってない人はね。なんとなく光合成した葉っぱから呼吸してるってイメージですけど、根も呼吸してます。なので例えば僕たちがお風呂の中にずっとこうやってね使っとったら、あのふやふやなんでしょ、手の皮とか。息できません、苦しいです、窒息しますってなるんですよね。なのでそれと同じです。植物も根っこがねずっと水に浸かってると、もうね息できません、苦しい、窒息しますで腐れちゃうんですね。それが根腐れています。なので土を入れるんですけど、土と土の間に空間があると、そこに空気が入るんですね。それが暖流構造と言います。暖流構造ができていることによって空気と根が触れて呼吸ができるんですね。で水もさらっと下まで抜けていくから、水浸しにならないと。それが水はけの良い土っていうことなんですよ。なので水はけの良い土にすると、今度は水をあげてもすぐ水が落ちちゃうので、水やりを定期的にしてあげないといけませんっていう話なんですね。ちょっと熱く話しましたけど、こういうことなんですよ。園芸をやってるとねすごいわかると思います、この奥の深さね。ぜひ皆さん、あの根のこと考えて植えてみてはいかがでしょうか。はい、ホオズキさんでした。これかわいいもんね、こうめくりたくなるよね、こうね。でこうして丸い玉をねピキーンみたいな皆さんね経験あるかと思います。こうやっていろんなねあのお花と一緒に思い出すのが楽しいよね、昔の思い出をね。はい、そして最後今日のメインどころ行きましょうか。今日はね最後のお花はポピーです。ポピーキラーン。はい、ポピーはね
思い出ありますよ。虫がシーって鳴いてますね。マイクの音入ってると思います。やっぱ夏ね、暖かくなってくるとバッタとかそういう木がジーって鳴くので、 YouTuber としてはね、まあ、雑音に聞こえなくもないんですけど、ここはね自然な音ですので、夏の音として聞いてください。でポピーですね、別名はケシ、ヒナゲシと言います。原産地はヨーロッパ、分類はケシ科ですね。花色はオレンジ、黄色、白、赤、桃とあります。日当たりの良い場所、水はけの良い土、肥えた土にたっぷり水を与えながら育てますと。ゆらゆらと春の風に吹かれて揺れる姿が可愛いポピー。花壇に群植するととても綺麗です。色とりどりのポピーが咲き乱れる花壇はまるで楽園のような素晴らしさです。うん。種まきは初秋に直まきで、種まきは初秋に直まきが原則です。腐葉土をたっぷり敷き込んだ土に種をばらまき、覆土はしません。花が 4,5 番になったら間引き、株間を10から20センチ程度開けましょう。でポピーといえばね、ちょっとごめんなさい、眩しすぎてね目が開かないんですけど、ポピーといえば僕が住んでるね近く の, あのキリンビールの工場があるんですよ。天城工場かな、キリンビール天城工場のすごいポピー畑になるんですよ。ブワーってコスモスとポピーね、すごいんですよ。で今ちょっとコロナの影響で花がねあんまり植えてられなかったんじゃないかなと思うけどね、もうちょっと残念なのよ。もうほんともうコロナの影響でいろんなお花がね植えませんってなったりとか、イベント中止しますってなったりとかね、もう早く解除されてほしい。だいぶねちょっと解除されつつはあると思うんだけど、やっぱ季節のお花見れないって辛いよね、お花好きとしてはね。早いとこね復帰してほしいんですけど、でそうでポピー畑なんですよ、バーって。でそのキリンビールのね工場のレストランがあって、スペアリブが美味しいんですよ。それがあー食べたいな、でもちょっと何年前やろうな食べたの、10年ぐらい前の10年ぐらい前の話を今してます。なかなか食べる機会がなくてね、ぜひね食べてみたいなと思いますけどね。いや今日は長々と喋りましたけど、ホウセンカ、ホオズキ、ポピーの3種類でしたね。今日もね素敵なお花ばかりでした。次のお花は何でしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。